シスコは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、酒か国地マス族の総称にちなむ、ノーザンシスコアークティック。シスコシスコは1四十二年十月二十九日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港する。1四十二年十二月二十四日に、AC ベネット夫人の講演及び彼女の代理の、 N ロバートソン夫人によって浸水し、艦長ジェームス W 交渉者の指揮下1943年5月10日に収益する。交渉者は S-39 やスキップジャックの艦長を歴任したベテランだった。シスコは太平洋艦隊に配属され、8月7日にパナマを出港してオーストラリアのブリスベンに向かい9月1日に到着した。その後、シスコは 南シナ海方面での紹介に従事するためダーウィンに開港され、同地でドック入りした。9月18日、シスコは最初の紹介で南シナ海に向かったが、間もなく水圧システムに故障が発生。その修理のために、即日ダーウィンに引き返し、修理後翌19日に再出撃したが、以降帰還することはなかった。シスコは、アラフラ海とスール海を経由するコースを進んで、 南シナ海に向かい、到着後に紹介に従事する命令を受けており、その通り道にはフィリピンの島々が点在していた。当時、これらの島々には、現地人や米比軍の残党が島に立てこもって、ゲリラを展開しており、そういったゲリラに対する領食や武器弾薬などの支援物資の輸送に潜水艦が使われていた。シスコは、こういった任務とは関係なかったものの、 結果的に潜水艦による補給に対する警戒を強めた日本側に補足されることとなった。9月28日、シスコは日本の対戦攻撃を受け、この戦闘により失われた。シスコを撃沈したのは、第954航空隊の97式、艦上攻撃機及び砲艦カらツであるとされる。砲艦カらツ第3。 南図解艦隊戦時日誌など、日本側の記録よれば、9月28日に、パナイ島、ナッソ、カド沖で、特務艦早友の護衛として、パレンバンからマニラに向かっている、途中の唐津が、海上に漏出した油を観測した。唐津は、元は、アメリカ海軍の奉還ルソンであり、元の所有者に対して攻撃したことになる。唐津は、油が漏出している地点に、 爆雷攻撃を行った後通報。唐津から通報を受けた954空の97式艦光2機が飛来し、唐津の上空を援護した。9時45分、唐津は、浅い深度にいたシスコと、応募式潜水艦を探知するも、すぐに見失った。11時20分頃に監視していた954、空気のうち1機が燃料と爆弾の補給のため一時、離脱し、 残る一機によって監視が続けられた。正午過ぎになって監視中の一機が対戦爆弾で潜水艦を爆撃。13時前に再度爆撃すると重油が噴出した。カラツも爆雷攻撃を再開し、燃料と爆弾を補給した一機も攻撃に加わった。その結果、重油の紛失が激しくなった。おそらく、これがシスコの最後を示すものだったと考えられる。 その後17時15分まで監視を続け、10月1日に特設捕獲網提供令丸と特設総海艇第18、超運丸が現場を再度攻撃した。シスコから流れ出た重油は10月10日に至っても紛失が止まっていなかったという。主君の唐津は1944年3月3日にス海東部で米潜水艦ナーワルの来撃を受け戦隊全部を切断大破。 栄光されて、マニラに帰投し、修理中であった1945年2月5日、日本軍撤収のため爆破処分された。シスコの乗組員の一人、主任通信士のハウエル・ビー・ライスはただ一人、生き残った。彼はダーウィンで病気になり、海軍病院に入院していた。ありがとうございます。